伊藤忠食品フードウェーブ2019東京が6月11日東京国際フォーラムで開催され、スーパーマーケット、主販店のバイヤーなど3000名が訪れました。今年のテーマはチャレンジフォーイノベーション、新しい価値の創造。岡本仁社長にお聞きしました。他の問屋さんとはちょっと差別化した展示会にさせてもらってますんでね、これからどうやって我々は小売さん、メーカーさんと一緒にやっていくかというのが中心のコンセプトを決めてやってますんでね、ちょっと商品の提案だけじゃなくて、やっぱ売り方の提案をしたいと思ってますんで、お見えになられた方にご意見頂戴してインプルーブできればいいなと思ってます。毎年開催される大手食品卸の展示会の中でも、伊藤忠食品の展示会は異彩を放っていると評価されています。ほとんどの展示会はメーカーブースで占められていますが、伊藤忠食品ではわずか19社、この他は全て自社の提案・企画スペースで占められており、食品業界への取り組みを真摯に捉えています。こうした中、注力事業として挙げられるのがリテールサポートプログラム。2020年にスタートする 5G 通信時代を見据えて、レシピを動画で配信、スマートフォンと連動した情報サービスを行います。弊社の株式会社エブリーが提供させていただいてますチェックっていうライブコマースのアプリで今購買ができるんですけども、それを現地で生ライブというのをやらせていただいてます。新しい販路の一つとして、今実際にベンダー様に関してはこう実店舗で商品を卸してもらったりとか、今 EC のコマースで売っていただいていると思うんですけども、その中にもう一つ商品を説明してインターネット上で買えるよっていう、そんなライブコマースっていう新しい販路をご紹介するブースになっております。こちらは業務用低温コーナー。液体凍結機を使い、肉や魚、惣菜を鮮度そのままで流通させる凍眠市場が注目を集めていました。液体急速凍結機といいますのは、通常の冷凍庫の20倍の速度で凍らせる機械です。で、入れますとすぐに色変わってまいります。白く変わりましたよね。非常に速い速度で凍らせるために、氷の結晶がちっちゃいうちに不規則に並ぶのに、細胞よりもずっとちっちゃい氷の結晶ですので、何度冷凍解凍を繰り返しても細胞は壊すことがないので、ドリップが出てこない。空気凍結でこんだけ硬くしようと思ったら4時間とかそのくらいかかります。ですからこちらの機械ですと4分。一方、こちらはメーカーブース。 UCC 上島コーヒーではチョコレートとコーヒーをコラボ、新感覚のフードスタイルを紹介していました。伊藤忠さんのその新しい価値の創造というところで、夏場に向けたコールドブリュー、水出しコーヒーのブースと、あとはコーヒーのマリアージュということで、明治さんとのチョコのコラボのブースをこちら側に作っております。マッチングをですね、楽しんでいただくと、そういったコーナーになっております。こちらはキリンビール広域特約店営業部、峠則海さんにお聞きしました。今年は、主力商品の、リニューアルが、狙いとしてやっておりますので、一番搾りであったり本麒麟、こちらの、リニューアルした商品をしっかりと訴求しております。これから最盛期、暑くなってくるんで、どんどん皆さんに飲んでいただきたいと思ってます。このほか、東京オリンピックに向け、インバウンドのお土産需要にも対応する商品を集めた日本セレクション東京市場や、ワインや日本酒の味わいを味覚センサーで分析し、そのデータをもとに商品を進める新たな種類売り場の提案なども行われました。日本酒、ワインですね、そちらの味をこう科学的な検知を持って定量化して、店舗でアプリケーションとして味わいをこう分かりやすくするような端末を展示しているブースになります。日本人の独特な旨味とか、そういったこうものも取れますので、その美味しい美味しくないっていうのは、その方のこう好みのところに行きますので、それをこう見やすくするお手伝いをするような数値を取れる形になりますね。